You're listening to Shibuya Cross FM。 オオカミ少年の君こそスターだ。どうもオオカミ少年片岡でございます。オオカミ少年浜口です。加賀ふと森田君です。お願いします。昨日さ、はい、鍵泥棒のメソッドって知ってる？ああ、映画の方ですか？映画であるじゃん、はい、堺井雅人さん、はい、香川照之さん、はい、広瀬涼子さん出て、はい、すげえ面白いと思ってた、はい、でそれが舞台やるっつって。あ、舞台やるんですか？そう。あ、ニュースになってますね、はい、あ、そうなんだ、はい、メンバー全然違うよ。あ、はい、はい、それで演出があの元ジョビジョバのマギーさん。マギーさん、はい。どんな感じに、はい、あの映画を舞台でやるのかなと思って、はい、秋元真奈ちゃんとかで。そう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 、鈴木杏樹さんとか。鈴木杏樹ちゃん、そう、はい、昨日見てきたの。あ、マジっすか？めちゃくちゃ面白かったんだけど。ああ、そうなんすね。なんか本田劇場で、はい、なんかゆっくり見させてもらった、はい、テンポとか、はい、まあ、舞台こうバー、カメラブワーってクワー、正面でブワーみたいな全然わかんないっすそのテンポがさ、はい、やっぱマギーさんがお笑いの人じゃん、はい、そうですね、はい、脳みそが確かに。だ、早いんだよ、展開、場面展開とか、はい、その言うセリフとかも。なんか最初どうなのかなと思ったら、もうそれが全部振りになってて、はい、大爆笑にかかってくる。そのなんか終わった後にさ、鈴木杏樹さん出るの俺知らなかったから、あ、うわっみたいな鈴木杏樹が生で見えたみたいな。ああ、やっぱそうですよねチケット1万円だよ。ああ、すごい。1万1000とかだけど、けど、全然良かった。あ、へぇ、うん、なんかそれで終わった後、トークライブみたいなのってさ、はい、なんかその日本放送のアナウンサーの人来て、はい、マギーさんと来る。お、そのマギーさんなんかこう、サングラスこんな感じに来て、はい、どうもって、はい、そのまあ、みんなマギーさん褒めるじゃん、はい、褒めるとサングラスを下ろすシステムでやってますみたいなゾガーンみたいな、はい、なんかマギーさんがすごいかっこよかったのが、はい、みんな一言ずつ言うわけよ。それでなんかその人にも、君は何々のひまわりに言うの、これどういう意味ですかみたいな、はい、いや、こうでこういう感じなんでとか、なんかトレーナーとなんかボクサーみたいな感じ、これどういうことですか、いや、彼はまあまあ伸びしろがあるんで僕はいろいろと教えていきたいみたいなが喋、はい、ってるんですよ、はい、でね、今回あの、じゃあマギさん一言お願いしますって言ったら、なんか皆さんがね、今日見て、あ、誰々の顔良かったな、あのシーン良かったな、あのシーングッと泣けたなみたいなことが10年後もなんか一箇所でいいんでね、思い出してくれたら嬉しいです、ありがとうございましたみたいなめっちゃ締めとしてさ、はい、かっこよくない？いや、そうですね。アンジュさんもなんか、はい、今日わざわざありがとうございます、なんかね、今日見たシーンの中でなんか見てくれたことで皆さんの人生がちょっとでも、はい、なんかより豊かになったり、はい、なんかあのになってたら嬉しいですみたいな、またよかったらお願いしますみたいな、はい、そのうまいよね。ああ、いや、そうです、アンジュに言われてるよみたいなそれでマギーさんどういくのってマギーさんがそれで超えてきたから、はい、もう俺も拍手っていうので、ね、ちょっとぜひ鍵泥棒メソッドを見ていただきたいですね。本田劇場ですね。本田劇場それで町浦ピンクさんでご存知？あ、はいはい、町浦ピンクさんも出てる。あ、はいはい、そう、はいはい、それで、うん、あ、後半町浦さんが回してるからこのシーンは、はい、だから爆笑に変わるんだなとかさ、あ、その、はい、あ、このシーンはこの人がいるから笑いが作りやすいんだなとかがすごい見え隠れして、はい、めちゃくちゃ勉強になった。おー、それでいてあのジョビジョバの一番イケメンの人、はい、もう出てる。あ、そうなん、うん、だからなんかそこはあうんの呼吸というかさ、あ、はいはい、マギーさん出てないんだよ、はい、なんかマギーさんも本当なんか演出家っぽくなっちゃってた。あ、そうですか、うん、なんか本当あのミノルチャチャチャみたいな感じだったこうさ、こうでさ感じでいや、なんかあの本物を見させていただいたなっていう感じで、はい、やっぱいいよね、こういう本物を見るっていうのは。確かに俺来月あのサンボマスターも見に行きますから、うん、あ、そうなんだ、
ライブってことですか。サムマスター。あ、へえ。なんか千葉だったら、はい、ライブハウスでオールスタンディングで、はい、ちょっとそれはさすがに、はい、ちょっと疲れちゃうなと思って、あ、はい、静岡ぐらいのなんか座れる、はい、大きいところも行こうかなと思ってます。はいはい、サムマスター好きなんですか。推しなんだよ。あ、そうなんですか。かっこよくない。愛と平和。そう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 、なんか、なんかいいな。かっこいいです、かっこいいです。はい、そうそうそう、まあ俺はもう本当に今サンボマスターさんと、はい、キングヌーさん。全然違う。キングヌーさんは、はい、名古屋のチケットだけ追加公演で行けるかなと思ったらそれも無理で。あ、そうなんですか。何一つ。ああ、まあ人気ですもんね。今天才じゃない、キングヌーさんもね。いや、もう天才です。兄弟なんでしょ、あれ。あ、はいはいはい、あの兄弟がいるってことですね。名字違うけど、はいはいはい、あ、天才と天才だよね。そうですね。まあ、まだぐらいのレベルですけど、ちょっと楽しみだな。はい、うん、かしこしたはい、なるほどね。終わり。終わりました。あれやったことある。全然話変えていい、うん、メルカリ、はい。あ、メルカリ、あー、結局僕は買ったことはないっすね。アカウントとか持ってますけど。ない。俺もない。妻が出品してる小金を本当にまあ数百円とかですけど稼いでるとかあります。俺初めてやったの、うんうんうん、はい、Wi-Fi のルーターがさ、なんか随分使って、長いこと使ってて、はい、はい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 、なんか充電ができなくなってきてさ。あ、はい。で、ちょっといいのにしようと思って Amazon で 見てたんだけど、あれあんま値下がりしないのね、古いのに。そうですよね、はい、わかります。なんかね、はい、2万2000円ぐらいするの、俺の欲しいかってやつ、はい、ちょっと高えなと思っていろいろ調べてても、はい、まあ、それが一番安いぐらいで、はい、で、奥さんに聞いたらメルカリの方が安いの出てるから。ああ、そうっすね。よく やるのよ、メルカリを。ああ、はい、はい、本当に。あんまり俺信用してない方だから。わかりますね。イメージ良くない。中古でなんか変なもの捕まされたら怖いっていうのはちょっとありますよね。でもね、はい、なるほどね。で、いろいろ見てたら、うん、6000円とかさ。おお、だいぶ安く。お、安いじゃん、はい、でもなんか詳しく見たら、あの、使用済みとか。あ、はい、まあ、中古多いな、はい、と思って、でもいろいろ見ていったら1万7000円だった、新品。おお、はい。でもさ、嘘くさくねえな。まあまあまあ、そうっすね。怖さはありますよね、ちょっと、はい。で、なんか景品で当たったので開けていません、うん、って書いててさ、はい、そんな当たる景品で。何の景品で、何で当たる、そんな。怖いっすね。はい、そうですね、はい、なるほどね。いつの何の原因で Wi-Fi のルーターがちゃんと見れるわけよ、その人の、うん、過去に、はい、何を出品して売ってるのかとか、はい、評価とかも分かりますもんね、うん、だからその Wi-Fi ルーター電化製品じゃん、はい、で他見たら服とかを売ってて、はい、これと業者っぽくないのかな。あ、電化製品をさ、なんかさ、はい、どっかから仕入れてバン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 売ってたら、はい、なんか嘘くさいなと思ったけど、はい、本当に景品で当てて新品なのかもしれない。はい、でもう充電もどん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 、あの、できなくなってきてたからさ、あ、はい、もうこれ背に腹は変えられんと思って、はい、ポチッと しましたよ、はい、初めて。おー、そしたら返事来るんだね、あれね。あ、来ますよ、はい、なるほどね。ポチッと押したら通知が行くのかな、その出品者に、はい、はい、で、この度はご購入ありがとうございます、はいはいはい、発送いたしますんで、おうおうおう、しばしお待ちください、はい、で来て、なんかでも怖いからさ、はい、ありがとうございますぐらい返信ね、はい、しといて、はい、したらその5時間後ぐらいに発送いたしました、はい、早い、多分18日頃に着きますので、はい、お待ちくださいって言って、ちゃんと来てさ、はい、ちゃんと新品だった。おお、未開封で。ちゃんと使えた未開封。おお、いいね、いいっすね。でもうまくできてて、はい、あれクレジットで払ったんだけど、はい、こっちが受け取りましたの、はい、
ポチッと押さないと、はい、そいつは金を手に入れられない。メルカリがプール し,、はい、してくれるんです、俺の金を、はいはい、なるほど。でいいねを押して、はい、で初めて買ったっていう、はい、うわこんな世界があるんだなと思ってそうですね。え、ウーバーとかは使う？ウーバーはゼロ。あのまあ俺最近だってウーバーデビューしたけど、ウーバーもなんか買うと、うん、今田中みどるが移動しておりますみたいな広告があって、個人名とか出てる。そう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 、まあ、登録した配達者、はい、配達員が登録した名前が出ます。ラジオネームみたいな、はい、あ、そうですね、はい、何時何分には着きますみたいな、はい、そう本当にそうなの、うん、ピンポーン鳴らして開けるじゃん、はい、そしたら俺の場合はもう玄関に置いといてくれたから置き配だから、はい、もう置いたらいなくなるみたいな。あ、はいはい、めちゃくちゃすごいよな。すごいっすね。あれもなんかこの GPS でその全部ルートが分かるんですよ。もうあーもう目の前の公園来てるみたいなさ、はい、それ楽しいかも。そういう感じなのよ。インターホンの前で待っといてピンポン発車みたいな。そう、はい、で終わったら、うん、なんか、うん、田中実にチップ渡しますか、うん、みたいな。そんなん元その口あるんですよ、はい、一応全然0円でもいいですし、うんうん、何円か、うん、別でその、ね、上げてもいいっていう、はい、そのやっぱりさちょっと高かったりはするんだけど、うん、一回やったら、はい、癖になるよ。いやもう、はい、わ、ネギシ食いたい、あけどなんかいろいろやると3500円かけどまあいっかみたいな。そうっすね、はい、なんか一人で、うん、うわ寿司食いてえな急に、はい、あ、寿司ローだったら安いからいいかみたいなさ、はい、パッパいっちゃうね。あれそうなっちゃうんすよ。あれもう始めたてはやばいよ。ね、こういう時代が来るとは。いやもう本当です。だけどあれやることでさ、まあまあね、Go アプリのタクシーもそうだけどさ、運転手さんの給料が上がったとかさ、はい、あ、はい、Uber側もお店も潤っちゃう、もうどこでもじゃん。はい、いいことだよね。客入ってなくてもそうだよ、ね、いっぱい Uber が売れてれば全然経営できるっていう。 Uber もだからその、うん、メルカリみたいな感動あると思う。俺もう、おい、うん、あ、来た飯はさ、うん、行きゃいいと思う。なるほどね。まあ、ないものじゃないじゃん。あ、はい、まあね、その俺の欲しかったルーターはなんか特殊なね、まあ、どこで買ったらいいかようわからんみたいな。ないし、あ、まあ、アメリカだと安かったってことですよね。そう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 。ウーバーは高くなるんで、ね、お金的には。まあでも俺賭けに勝ったと思って。うん。いやーなんか良かったって思ってる。大きい買い物じゃん。そうですね。はい。うん。なんか絵とか来るんじゃねえかな。ああ、うん、ありますよね。空箱だけ来るとか、ああ、たまにトラブってますよね。うん、まあ、ちゃんと来た。いいね。うん、なんか最近さ、はい、俺結構 YouTube 見てて、はい、ドラクエのさ、はい、ラスボス特集とか見たことある？うん、ああ、ラスボス特集は見たことないですね。2時間ぐらいあるんだけどさ、はいはい、ずっと見てられるな。わかるわかる。めちゃくちゃ面白い。あ、そうですか。やっぱゾーマが一番震える。おー、はい、おーみたいな世代的に。ちょっと他になるとさ、はい、覚えてないね。あ、そうですか。あれ、タモに俺がやってもらってたのってあれ、10? あれは…11? いや、あれそこまで行ってましたっけ。あ、でもそうか、それぐらいですかね。僕も覚えてないです。みたいな、なんかいいよね。あれとか意外といいよね。あのデスピサロとかさ、あー、デスピサロ、フォーのラスボス、はい、なんだろう、あのスーパーファミコン、あれスーファミス、はい、フォーはスーファミのマックスを叩き出したんじゃないかっていう、あの映像、あ、手が、はい、うーん、あれね、うーん、うーん、あー、はいはいはい、あのいいよね、あの、はい、いいっす、いいっす、限界を超える映像、はい、ですね。そう、だけどさ、あれ知ってた、ロトシリーズの話は実は3が一番最初で、あ、はい、次が1で、はい、次が2って知ってた。その時系列の話だけはあの聞いたことあります。それもさ、そういうの解説してくれてて、はい、あ、いいっすね、うわーみたいな、はい、あ、だからこうなんだみたいな。それでなんか天空シリーズは、はい、なんか7、6、いくつとか、お、実は最新の11は、はい、この3の前だったんじゃないかみたいなのを説明してくれるのよ。あ、
そこまで詳しい。震えるよ。あ、いいっすね。あ、それは楽しいですね。2がなんだっけ、ハーゴン、ラスボス、ハーゴンで、もう1、2分かんないんですよ。2はハーゴンでもう1個いたでしょ。それ3の話じゃない。3はハーゴンの前誰かいなかった。いないよ。3のバラモスがいて、ゾーマでしょ。ゾーマ、あ、バラモス、ゾーマ、そうですね、うん、はい、うん、ハーゴンだっけ。ハーゴン、なんか紙っぽい。指導じゃない。指導だっけ。うん、ハーゴンがいて指導じゃない。そうじゃなかった。いや、2だじゃん。5はミルドラースです。エスターク。そうだね、はい。エスタークって、はい、実はなんか6かなんかに出てる、はい、その仲間がエスタークになったみたいな説がある、はい、マジっすか。そういうのがめっちゃおもろい、はい、もう今 YouTube でいっぱいあって、はい、めちゃくちゃ面白いのよ。おお、それは楽しいですね。ずっと見ちゃうよ。確かにそれはそうですね。あのタスさんってやつも面白いじゃん。 TAS タスさん。あ、タスさん、はいはい。ドラクエとかすなんか32分とかでクリアしちゃう。ああ、そうなんす、ね、見たことない。それは見たことないです。なんなのあれ。ドラクエ1 32分。すごい早っ。そんなんでいけるの。2とか3とかも、2は47分とか。早っ。だからそれ見るだけでストーリーが分かるというかさ。ああ、確かに。よかった。だからそれでこの最近あの龍が如くの、はい、なんかあの最新版、はい、見てさ、うん、はい、もうなんか映画みたいな感じで8時間ぐらいあの、はい、ずっと見てたの。マジっすか。最後大号泣しちゃった。俺やっぱ意外と見てるから、はい、龍が如くその映画みたいに見るっていうやつ。はいはいはい。プレイするわけじゃなく最後泣いちゃったよ俺。やっぱゲームも今すごいね。あー、ゲームすごいらしいですね。全然把握できてないわ、ゲームの。僕も全くっすね、うん、だから YouTube おすすめです。龍が如くの映画のやつね、はい、もう見たら、え、ハマやってないの龍が如く。俺も見たりするよ、それは。たけしさんのやつ。あ、そう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 。ハマねえな。そうそうそう。宮迫さんとかね。あ、宮迫さん出てました。おじけ、はい、キム・ニーとか。ああ、はいはい。なんかこれなんかちょうどいい狭山っていう、はい、なんか警官がいたりとか、はい、なんかね、いいよ。あ、それ、ね、最新が次もうちょっとで出るから、あ、その前に全部見てほしいよ。 YouTube で全部ですか。うん、2倍速でいいから、はい、4時間で見れる。うわ、長いな。最後泣いちゃったな俺。だからずっと見てられんだよね。あ、はい、最近エンタメが面白いなと思って。はい、はい、やりたいんだよな、ゼルダ。あ、ゼルダですか。やりたいんだ。ずっとやりたいとは思ってるけど。寄っとるじゃん。その尺がない。まあ奥さんの目もあるじゃないっすよ。尺がない。そうですよ。シャイルベイビー。シャイルベイビー。そうなったら、もう YouTube で2倍速でやったつもりになるしかない。楽しかったよな。いや、もうゼルダ、ゲーム、昔ね。そうですね。いや、でも今のドラクエとかやったら目回りそうじゃない。まあ、まずそうですね、その慣れるというか飲み込むのに時間かかる。でもさ、あの見えなかったじゃん、俺らの時代のドラクエってさ、はいはいはい、あの呪文を唱えても、ね、トゥルルルルルッてっつってザッってなって終わりじゃん、はいはい、で、徐々にそれが明らかになってったじゃん、うん、はい、呪文キャドってどんなんだろう。あ、はい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 、とかさ思ってたら、はいはい、そうね、あ、氷系なんだとかさ、あ、はい、ちゃんと凍ったりするじゃん。あ、そうですね、はい、目で見えてさ、はい、映像化してくれてます。武器とかもさ、はい、見えるわけじゃん、ゲーム中で。そうです、はい、あれ見えないのがさすごいさ想像力、今考えたらよかったなとか思う、はい、黄金の爪っていう、はい、字しか見えない、はい、うわ確かに。なんか想像してさ、はい、思ったよね。なんか見えない良さというかさ、はい、うん、なんか逆に見えちゃうもんね今ね。全部だけどなんかさ、はい、やっぱ何がいいってさ、鳥山明先生ってのがいいよな。ああ、ドラクエデザインキャラクターが、はい、うん、
え、ファイナルファンタジーはやったことある人？僕どっちかっていうと FF 派でしたね。あ、すごいね。昔はそっちは俺一回も通ってないから。俺は最初の、そうですか、最初のぐらいしかやったことない。あ、はいはい。あ、でも僕も5からなんですか。横向きの横向きの、はいはい、なんかあのイメージだ。あ、はいはい、ほんと初期ですね。急にイケメンが出てきたよね。セブンぐらいからプレステになって、はい、そうなんです。セブンからプレステになって、はい、クラウドとかスコールとか、なんかイケメン路線に行きましたね。でドラクエもさ、最新のやつとか、はい、そのないのよ。ああ、ないですね、 YouTube。 だから多分あれ、はい、エニックスさんがこれやってんだろうな。ああ、出しちゃダメダメ、そういうことやってんのかなと、はい、9とか10、いやもう7ぐらいまでしかない。あ、そうなんですか。見ようとする、見れるのは多分ネタバレになるからダメなんじゃない。ああ、うん、そんな気はした、うん、そっか。あ、でもセフィロスっていうセブンかなんかで、エイトかなんかめちゃくちゃ人気なんですよ。敵のセフィロスっていう敵がずっと人気なんですよ。セブンやってた？僕エイトまでやってたんですけど。だけどセブンが一番、はい、なんかそういうさ、なんだっけ、なんとか版みたいな、石版みたいなの集めて、はい、裏の世界ってまたボスがいてとか、一番難しいゲームって言われてたらしいな。あ、そうなんですか。うん、へえ、あ、へ、あ、そうなんですね。それで転職も多いし、一番なんかダサくって言われてて、はい、なんかそのなんか要素を、うん、なんかそのスーパーファミコン版かなんかで、ね、なんか直して、はい、あ、携帯版かななんかで、ね、直して、はい、名作って変わったらしいんだけど、お、最初に出てた時はちょっとその発売日も2回延期してみたいな、おー、そのなんかバグがあるっていうので有名で、はい、みたいな、はい、やっぱ歴史があるんだなと思って、はいはい、ああ、そうなんですね、面白かったね、うん、そんな感じでございますので、じゃあ、はい、曲いきましょう。はい、綱木優香でいろは。Thank you.
浜口さん、コーナーお願いします。お題でドゥー、いや、そんなくらいか。このコーナーは3人で持ち寄ってくらい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 、ランダムに入ってトークするコーナーです。そんなテイストじゃないでしょ。だから、まあ、なんか紙でお題書いてあるんで、そのくくりトークしようってことね。はいはい、うい、どうぞ。はいはい、これはあーおホテルのスイッチって書いてあるんですけど、これ僕で、森健はあれだよね、はい、お題に含みを持たせる、含みを持たせる、これどういうことって、はい、いいね、いいじゃん。確かにそうですね、なんか僕の書き方、ね、あの年末かな、年末にあの営業で泊まりの営業があって、はい、ホテルに泊まったんですよ、はい、で、まあ、もちろんシングルというか、はい、一人部屋なんですけど、はい、まず入って、自分の部屋に入って入り口に2つスイッチがあるんですね、うん、でそれが入り口灯と部屋の明かりがつけるスイッチなんですよ、うん、でホテルって大体、枕元ベッドのところにも、うん、その消せるのがあるじゃないですか、うん、でベッドのところにはその入り口灯と、部屋全体のと、あとデスクライトのやつのスイッチがあって、はいはい、なんですかね、入り口の方をどっちもつけるじゃないですか、はい、で寝るときにベッドの方で消すじゃないですか、はい、消したときにスイッチのこのなんていうんですか、へこみ方っていうんですか、はい、右左がずれるんですよ。わかりますこれ、ちょっとそのあの押したら右パチンって押すタイプなんです。パチンって押すタイプ、はい、押したら右側がへこむ、左側が上がる、はい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 、とするじゃないですか。あ、で入り口が2つそれで揃ってるんですね。それで全部ついてる状態、うん、じゃあ寝ますってなった時に、うん、ベッドで消すと、あ、そのバラバラになる、バラバラになるんですよ。ああ、ベッドの方で消されるから、はい、でベッドもその揃ってていいじゃないですか、うん、うん、全部が全部消したなら全部右へこみで揃えばいいじゃないですか、うん、右へこみ、うん、左へこみ、右へこみみたいな、あ、うん、これ気持ち悪くないですか。それさ、はい、結構普通のホテルは全部右とか左ってなる、大体その揃うはずですけどね。そのだって連動してるスイッチなんですから、うん、だ、あ、おかしくないですか。だって押して右へこみで、こっちがでもう一方のところで押して右へこみ左へこみは、その右か左かどっちでもいいんですけど、ずれるのおかしくないですか。そうなのかな。めちゃくちゃ気持ち悪くて、だってこっちで右でつけといて、はい、こっちで消しちゃったら、はい、バラバラになるんじゃない。あ、で、そうです、バラバラになる、あえてバラバラにする場合は、うんうん、それはそれでいいんですけど、その場合は、うん、揃えようと思えば揃えられるんですよ。あ、揃えられないんだ。もうどうやっても、もう最初の工事の段階でミスってるから、どうやっても揃わないんですよ。一回それ気になると気になっちゃうかもな、うん、そうなんですよ。その寝ようと思っても真っ暗でも、これ今スイッチずれてんだよなみたいな、
気持ち悪いっていう、うん、あっていうので、まあ、僕はちょっとそういうのがちょっとちょうど年末にあったんで、あなんかその常にそのなんか漫画の関数並べたいとかそういう系の揃ってないと気持ち悪いこととか、うん、だからそれも俺まあ、はい、リモコンをこうやって並べないと嫌だとか、あ、はいはいはい、あとあの何 X 検査みたいなさ、はい、ウィーンって入るやつ、はい、あれはもう無理なのね。え？もう狭いとこ恐怖症だから、あーってくるとあー動きたい動いちゃダメって言われて動きたい動きたいあーっつってちょっと動くと動かないでくださいとか言われちゃう、はいはい、あれ怖い、あー怖いっすか、あとは気持ちわかります、あとなんか急になんか背中とか痒くなってきちゃう、はい、まあそうっす、動いちゃダメって言われるとそういうのかな、気持ち悪いって、あとなんかあの最近 TwitterX でなんか バズってるというか、はい、なんかその出回ってるあの投稿があって、それなんか本屋さんでドラゴンボールが1巻から42巻まで揃ってるっていう写真なんですけど、1巻から42巻までの並べ方が左から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 並べてるんですよ。あれってちゃんと右から並べたら絵になるじゃないですか、帯が、あの全部繋がってるなんか竜あのシェンロンがいたりとか絵になるんですけど、それを逆から並べてるから、それはすごいな、全く夏 その鳥山先生の遊び心が活かせてないみたいなのがあって、でこれそうね、はい、どういう了見なんだよと思う、すごいな、はい、あれだよね、ヤジロベ2人いるんだよ、2人いるんですね、いるいる、間違えましたっつって、はいはいはい、すごい伝説の、はい、そんなことをその家のスイッチも絶対に揃えたいんですよ、うん、意外とそういうとこあったね、まだタモっぽいな、そんな、まあ、僕っぽいと思います、うん、そんななったことないな、マジっすか、うん、でも家でも よくあるじゃん、そのこっちでも消せてこっちでも消せてみたいな、あるそういう明かりあるじゃないですか、うん、そういう時ってもう僕スイッチもう絶対どっちか一方に寄ってないと気持ち悪いんですけど、そんなんないですか、バラバラでも気にならないですか、そのぼっちついてんのそれ、そのはい、どっちかへこむタイプのあのいやつけるの方がさ、はい、ちょっと黒くなってたりする、ああはい、あそういうのもあります、あ、でもどっちでも消せる時ってそれついてないかもしれない、ついてないことが多いんじゃないですか、ついてないならいい、ああはいはいはい、あその印があるのにずれてるのは気持ち悪いと思います、うん、あなんか俺歯磨き粉とかはい、ゆっくりこうやって使っていかないと、上からこうやって、はい、嫌だ、あ、はい、なんかたまにここら辺がへこんでるやついない、います、うん、どういうことって思ってそうですね、なんでここから行くのみたいな、はい、こう上からちょっとずつ行けばいいじゃんみたいな、真ん中ブチャーみたいな、はい、あれはちょっと気になるかな、なんか こうしたくなっちゃう、マヨネーズとかケチャップ、そうそうそう、いや、分かる、それはちょっと苦手かな、確かにもう ちょっとだけいいよ、全然いい、あのハンガーを友達が家に来て、そのハンガーラックを貸してあげるじゃないですか、でハンガーってまあ普通前からこうかけるじゃないですか、はいはいはい、なんかこう、いや分かる、奥からかけるやついて、いや全ハンガーこっちなんだから、うん、こうかける、それをあえてこっちからかけるやつなんなんっていう、あー分かる、うん、あとハンガーがさ、ちょっとこうなってるやつはさ、はい、こうなってるところにこうボタンをやれって思う、だからこうなってるの、この逆にやるやつがいる、あ、はい、そのちょっとちょっとこの余りというか、こうふわっとなってる方を、はい、こう背中みたいにしてボタンを閉めりゃいいんだけど、はい、なんかこのこっち側のもっこりの方でボタン閉めるやつがいるみたいな、はい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 、あれのとか気持ち悪い、気持ち悪いですね、あと服も T シャツはこっち、はい、なんかちょっとそのインナーはインナーっていうかこういうのは合うだけこうで、はい、外系のはこうみたいな、はいはい、順番ができてないと、あ、はい、もう なんでここにこれがあるのっていう、そうっすね、仲間外れみたいのは、はいはい、あるか、気持ち悪いですね、うん、確かにっていうことやね、そうですね、そういうトークをしたかったです、ルールね、可視化した、はい、次行きましょう、次、あ、じゃあ加藤さんどうぞ、はい、はい、これよいしょ、あ、これそう、これちょっと、うん、揃ってないと気になるって、これあの僕同じお題書いちゃってました、
あ、じゃあちょっとこれなしで次行こう。はい、もう一回やるっていいよ。揃うっていう感じかけろんだ。あ、一応はい、手編2枚なんで、はい、ティラリー花から牛乳。あ、これ森田、森田祭りじゃん今日。ちょっと確かにそうですね。おこれあの流行ってましたよね、カモタトウさん。はい、カモタトウさん、チャラチャラリー、チャラリーですけど、はい、まあ、僕が小さい時から、うん、もう聞きなじみのある、はいはいはい、まあ替え歌というか、はいはいはい、なんですけど、僕今家庭教師で小学3年生の女の子を教えてるんですけど、うんうん、その子が、うん、その家庭教師やってる時に、うん、チャラリー鼻から牛乳って歌ってたんですよ。あ、これすごくないですか。 TikTok なんだろうな、とか、はい、もう多分もう代々多分小学校なんて、もうお姉ちゃんお兄ちゃんとかもう代々多分受け継いでる、その遊びとか、ね、そうね、はい、うん、こ多分たとさんすごくないですかこれ。続いてるってことね、はい、その面々と、だって絶対カモンタトさんが知らないじゃないですか、翔さん、今の翔さんの方は。でも、このティラリ、チャラリー、花からギュギュギュっていうのが、うん、その子はティラリーって言ってたんですけど、うん、それがちゃんと残っているって、この、このちょっとびっくりして、志村けんさんの最初はグーみたいな、最初はグーみたいな、はい、ずっと未だに残ってるってすごいよね、うん、はい、そんなことって今後あるのかな。なんかでも俺らの時代もなんかあったと思うよ。ああ、そのもっと昔に流行ってた、なんでお前それ知ってんだとか言われたことあるもん、親父に。ああ、はい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 、うん、あるかもね、確かにあるかもですね、うん、ちょっと そんな、うん、ちょっとそれちょっとびっくりすぎて、うん、そんなことないですかっていう身の回りに、うん、なんだろうな、これの それこそ本当に最初はグーとかあるんですけど、うん、そうだよ。あとなんか、マンキンっていう、最近ちょっとなんか記事で読んだんですけど、うん、マンキンっていうじゃないですか、もうなんかフルスロットルで頑張るみたいな、マンキンっていう、はい、で、マンはその満タンとかっていう意味から来てるんだろう、満つるっていうところから来てるんだろうな、はいはいはい、で、金ってどこから来てるのっていうところで、なんか諸説あるらしいんですけど、うん、マンキンタンっていう薬っすよ、はい、を飲んでたら、うん、ちょっと調子が良くなるとか、そんなところの満金丹の金から来てんじゃないか説とか、あと、うん、そもそも満金っていう言葉広めたの、これもうマジで諸説あるんですけど、うん、小籔さんじゃないかっていう、だから、ま、その松本さんの寒いとかじゃないですけど、はいはい、小籔さんが使ったことで満金っていう言葉が市民権を、確かにな、小籔さんが使われてるイメージあるな、ありますよね。なんか滑らない話とかね、はい、満金で、はいはい、そう、師匠方をいじる時とか、うん、だから そういうところもなんかすごいな、すごいよね、はい、言葉を作るってすごいな、はい、定着させてっていう、ちょっとそういう、そういうのがね、はい、トークしたらいいと思う、はい、では渡す、渡すかい、はい、この方を、はい、この字の、そうです、一番モテた時期いつ、わあ、ある、でもこん時俺モテたなみたいなある、僕はでももうその一箇所しかないんで、一箇所早いっす、わかる、あの即答できます、どこ、当てよう、当てよう、大学だよ、大学、幼稚園、幼稚園、幼稚園とかそれモテたとか入るとこじゃない、大学1年とか、あー惜しいっす、大学2年か、2年は、まあまあまあそうです、大学2、3年ぐらいが多分もうそのモテ期、モテ期、そうですよ、なんかそのテニスサークルがやったんですね、はいはい、インカレの、うちの大学はほぼ男子大なんで、うん、その近くの女子大と一緒にやらないと男女のサークルにならないんで、うん、インカレって何なのそれ、要は他校の生徒も他校と、はい、一緒にできるよっていう、はい、単一大じゃないっていう、いろんな大学でやりましょうっていうのがインカレっていうんですけど、いい、ね、で、なんでそのでテニスサークルにいて、でその1年の時は別に全然モテないというか、うん、うんともすんとも言わないんですけど、はいはい、2年になると、うん、このなんか先輩っていう下駄を履けるようになるんですよ、うんうん、なるほどね、先輩
かっこいいみたいな、先輩ってだけでちょっとかっこいいが入ってくる。 あるよね、うん、その時期ね、はい、うん、でそのまあ僕は後輩入ってくるんで後輩こうその世話するわけです。そうすると、うん、僕の先輩もあ、森田くんすごい頑張ってるね、かっこいいねになるんですよ、うん、だからもう本当に2年3年の時だけは、うん、下の子からも告られたりとか、うん、上の先輩と付き合ってて、いいね、その同期のこともちょっとなんかあったりとか、うん、っていうもうマジそこしかないんですけど、唯一モテた時期そこです。先輩っていうすごいんですよ、この威力が。確かにな、はい、お二人多分あんまり経験ないと思うんですけど、先輩っていう桁は。なるほどね、はい、持ってたことあると思いますけど。ハバは高校生かな。おお、ね、彼女とかいたんですか。いた時もあったよ。おー、すげえ。うん、なんだろう、モテたをどう取るかだよね。あー、はい、はい、うん、なんか調子良かったよ。調子良かったですか。なんかめっちゃ俺、はい、女子の友達多かったから。あ、え、マジっすか、うん、すげえ。そう、あ、確かになんか、まあ、楽しそうにしてた。前も言わなかったっけこれ。なんか、はい、よく女の子と遊んでたから、はいはいはい、その学校で一番可愛い子がいて、はい、で俺遅刻してったらその子も遅刻してって、はい、で、おーっつって喋りながら校門入ってって、はい、で、俺校舎入ってたらみんなが見るじゃん、はい、ハマが、ハマが、ハマがあいつ一緒に、一緒に来てよ、こう一緒に来てハマがってザワ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 ってちょっとそうっすね、想像力働いちゃいますよね、それは。うん、あのハマがあいつと来た、すげえかよ、ね、学生時代ね。なんかその時思ってよ、来てるな俺そうです。確かにそれはちょっと調子乗ってもいいかもしれないです、うん、あ、どうかさん、俺2箇所あって。ダメだよ、一番モテた時期って書いてある。今かな。あ、そう、今が、うん、一番な気するな、うん、今が一番モテるんですか。うん、マジっすか。うん、え、その前で言うと高2、うん、あー高2の時、その、なんだよ、応援団学園祭みたいなやつだから浜に、はい、もうその時から、あ、旗かっこいいの作んなきゃいけない、じゃあ絵うまいの誰だ、浜描いてくれとか。ああ、はい、その時から一人頼ったの。別の高校なのよ。あ、別の高校なのにですか。そう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 。あ、マジっすか、すげえっすね。その浜やっぱうまいの描くからさ、はい、どこは何、青組の旗かっこよくないみたいな。ああ、それがなんかそういうお笑い野郎のきっかけになったみたいな。ああ、そうなんだ。あの時はもう、はい、後輩からも先輩からも、もうもモテるというかさ、お、はい、すごいね、先生からもみたいな、はい、な感じで、うん、今はなんか逆にその時ぐらいな、うん、はい、なんかその日当たり良好な感じはする。日当たり良好、はい、なんかちょっと具体的に、いやいや、なんかよくしていただいてるな。難しいよね、査定が難しいよね。査定が確かに、うん、感じ、はい、ああ、2回モテ期来てるんですね、うん、そう、やっぱ体鍛えてるからかもしれない。あ、でもまあそうですね、それは絶対ありますよね。高2の時は今よりもやっぱ15キロぐらい痩せてるから、はい、やっぱ痩せたりすると自分も自信があるし、あ、はい、なんか変わるのかもしれないね。そうですね、以上でございます、はい、さあ、あと6分、あと6分、はい、はい、どうしますか。俺引いてよ、よし、はい、はいはいはい、今会ってないけど会いたい人いるっていう、その昔あいつと仲良かったけど今会ってないからなとか、別になんか中学の時のあの同級生に会いたいでもいいんだよ。あ、はいはいはい、いますか。それは何、どんぐらい絡むの、その会ったとして1日だけ。いや、その設定までは考えてなかった。それは別に誰々で酒飲むぐらいだったらいいとか、そういう自分でそれ縛り決めてください。それこそあれだよ、基礎研に会いたいなとか思ってよ。前実家帰ったって言ったじゃん。で、ね、何年会ってないから、ずいぶん基礎研ってあの
俺の同級生で、はい、一番仲良かった友達なんだけど、はい、仲良かった、近所に住んでる、うん、徒歩1分、1、2分ぐらい、あ、はいはい、で、子供が生まれて見せてないなとか思ったりして連絡しようと思ったけど、まあスケジュールがね、分単位ですから、はい、やめましたけど、また家族で行ってたりするから、ね、そうですよね、そうなんです、家置くわけにもいかねえしな、まあ、そんなんでいいの、そうなの、単純に見せたいなとか、そうなるよ、多分子供できたら、なるほど、ね、ああ、うん、いいっすね、うん、森田なんか、あれっすね、近所に住んでた同級生の、うん、あの宮ヶ原さんっていうんですけど、うん、それ女子、女子です、宮ヶ原さんっていう子がいるんですけど、まあ正直、近所に住んでるんですけど、僕は多分引っ込み思案すぎてあんまり仲良くないまんま、なるほど、僕が群馬出て行っちゃったんですけど、はい、でもなんか成人式の時に、まあ、なんか同窓会かなんかで集まった時に、うん、まあ、もともと可愛らしい子だったんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛くなってて、好きだったの、でも別に好きとかじゃなかったんですよ、その当時は、そうだった、はい、でも成人式の時見たらめちゃくちゃこう、でなんか一つで聞いたら美容師やってるみたいな、うわーすげえおしゃれだとみたいな、でも別にその時もその全然話しかけるとかもなく、うん、だから未だにそんなに人生で喋ったことはないんですけど、うん、今どうしてんのかなみたいな、めちゃくちゃ可愛くなってた宮ヶ原さん、うん、なんならもう本当に、うん、もう俺成人式怒られなかった？はい、怒られなかった、怒られなかった、白衣で言った、白衣で言ってないですよ普通にスーツで言ってますよ流れが止まっちゃったよ、荒れる成人式じゃないですよ、うん、はい、で、まあ、だからめっちゃ可愛くなってたんで、うん、例えばもう本当タイムマシンとかあるんだったら30年前の俺に、うん、近所の宮ヶ原さんともっと仲良くなっとけよみたいな、幼馴染になっとけよ、そしたら人生変わるかもよみたいな、言いたいなみたいなのを、そっから会ってないの、会ってないんですよ、成人式以来、以来会ってないです、だから今どうなって結婚したのかとかもう全然わかんないです、はい、ちょっと見てみたいなっていう、まあ、俺はやっぱ荒野だね、今村荒野って書いて、はい、最初来る時俺と浜で来ようぜなんつってたら、うん、そいつもなんかちょっと面白そうだから行くよみたいな、3人でやってた最初、荒野は逃げてきたんでしょ、まあね、地元から地元のヤンキーとかヤンキーに追われて逃げてきたそうそうそうあれがさ、荒野と俺仲良くて、浜も荒野と仲良くて引き合わせてもらったみたいな感じだから、うん、けどなんか、お笑い辞めてからも渋谷のビッグカメラで働いてたりとかどうのとか、うん、もう就職決まったってカバン貸してくれって俺が当時聞いてたポール・スミス貸してあげて、はい、そのままあげてとかさ、はい、してんだけどさ、ある時、急に連絡取れなくなったの、そっから同窓会やら何やらもさ、地元から逃げてきてるから来ないじゃんはい、はい、マジで分かんないのよ、消息不明で、マジっすか、でもちょっとなんかさ、森田の相方の、あーそうっすね、ファンクロスの相方じゃないけどさ、はい、気になってんだけどその話するとみんなさ、はい、いやなんかもしかしたら、ね、お亡くなりになってるかもしれないから、あ、まあそう、実家に連絡するのかなみたいので、はい、俺の場合はなんか一緒に出てきたみたいなのもあるから、なんか連絡もしづらいじゃん、はい、で、謎っていう、それこそあの辺帰ってね、母さんに来ちゃうやん、荒野の母さんに、いや、そうだけど俺も地元も違うからさ、うろうろ うろうろしてたら掃除しに出てくるいや、そんな簡単に荒野の母さんが母さんがなんかちょっと気になるなっていう、なんかその答え合わせしたいなと思ってます、ということでお時間でございます。また来週。バイバイ。バイバイ。